ジョーダン197は、ジョーダングランプリが1997年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、ゲイリー・アンダーソン。ペリスコープ型の楕円形のインダクションポットが特徴。ジョーダン独自の工夫が見られた、サイドポンツームは一般的なタイプに戻された。搭載3年目となる、プジョーエンジンは1000級のパワーを発揮するようになり、 高速コースではトップスピードの速さが目立った。カラーリングはタイトルスポンサーであるタバコブランドベンソンヘッジスの移行により196のエレガントなゴールドから鮮やかなイエローに変更された。この色はアイリッシュグリーンに変わるチームのイメージカラーとして定着した。またシンプルな配色が多い F1 マシンの中では珍しい。 戦闘機のノーズアート風のグラフィックが注目された。ノーズコーンを蛇の頭に見立てて、ノーズの左右に目や牙、鱗、舌が描かれた。タバコ広告が規制されているグランプリでは、ロゴのベンソンヘッジスが、ビトゥーンヒセスやスッチェイ、フィッシュシーに変更されるなど遊び心もあるマシンだった。ドライバーは、フォーミュラ日本王者の新人シューマッハと、 前年ミナルディからデビューしたフィジケラを起用。2名とも経験不足が不安視され、実際にコース上で同士打ちを演じる場面もあったが、若さの勢いがチームに活気をもたらした。シューマッハはデビュー3戦目のアルゼンチン GP で初表彰台を獲得。フィジケラも第7戦カナダ GP で初表彰台に立つと、第10戦ドイツ GP では予選2位からトップを改装し、 ベネトンのゲルハルトベルガーと高速バトルを展開した。コンストラクターズランキングは前年と同じ5位だったが、表彰台3回とファステストラップ1回を記録し、翌年に向けて弾みをつけた。ありがとうございます。